はい、こんにちは、こうです。今日は、大和ロイネットホテル松山に来てます。まあ愛媛県のホテルだね。まあここは今愛媛県松山市の一番大きい通り、大街道沿い、大街道っていうのかな、大街道っていうのか分かんないけど、大街道沿いのところにあるビジネスホテルですね。松山市のまあ一番大きい繁華街っていう感じです。まあ、道後温泉とかが近くにあるところだね。さて、今日はね、まあ、こちらの方に来てるんですけど、今日は、ここのね、朝食を紹介していこうというふうに思います。それではね、早速朝食会場の方に移動していこうと思います。それでは、レッツゴー。それではね、取っていく。それではね、いただきます。はい、いや朝ごはん美味しかったですね。うん、まあ、正直だけ、まあ言うと普通に美味しい、普通に全部美味しいけど、まああれだよね、正直あの鯛めし、鯛茶漬け以外は至って普通。鯛茶漬けがもう全てをひっくり返すぐらい美味しかったですね。鯛のお刺身とかを乗せる茶漬けじゃなくて、あの鯛の炊き込みご飯にお出汁をかけて食べる、うん、まあこれがね松山のまあ名物らしいんですけど、まあこれとじゃこ天が名物らしいんだけど、この鯛めしの茶漬け、鯛茶漬けが一番やっぱもう本当目玉でしたね。本当に美味しかった。まあ、魚の鯛はね、魚の王様と言われるだけありますよね。他はね、まあ至ってまずくはないけど、どこでも食べられる味って感じだったけど、この鯛茶漬けっていうのが本当に良かったです。まあね、松山に来た際はぜひこの大和ロイネットホテルぜひ泊まってみてください。ね、バストイレも別で、非常に綺麗なホテルなんで、おすすめです。ただそんなに広くはないけどね。松山はね、もうほんとすぐ近くに道後温泉とかあるからね。まあ観光で来る方は道後温泉とかに泊まった方がいいと思います。まあビジネスで来られる方、お金のない方っていうのは、こういうね、ビジネスホテルでも十分楽しめると思うんで、よかったらぜひ、松山の大和ロイネットホテル結構おすすめです。ぜひ行ってみてください。そんなところかな。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。